Linux の基本第9回はビルド、コンパイル、リンクについて紹介したいと思います。まあ、Linux 固有の話ではないんですけど、まあ、普段の Windows とかだと、ビルドがまあ結構 IDE と呼ばれる、まあ、非常に便利なソフトウェアがあるせいで、まあ、Linux の方では、それをまあ一からやらないといけないということがよく起きるので、まあ、その部分についてちょっと説明しておきたいと思います。まあ、今回はあくまで、Linux 上で何か実行ファイルを実行する人向けのものになります。何かまあ、なんですかね、プログラミング言語で何かを書いて、それをビルドして実行するという、まあ、その一連の流れをやる方用の、回となっています。で、まずはビルドとコンパイルはそもそも何かというところからですね、まあ、ご存知かもしれませんが、まあ、ビルドというのは、コンパイルとリンクの2つの作業を合わせたものになります。で、プログラミング言語というのはそもそも書いたら終わりじゃなくて、書いてそれをビルドして初めて使えるようになるというものですね。で、コンパイルとは何かというと、翻訳ですね。日本語で言うと翻訳で、まあ、高水準な言語であるプログラミング言語。例えばこれで言うと、まあ、C 言語ライブに書いてますけど、まあ、こういった感じでプログラミング言語を書いたら、機械語にコンパイルをすると翻訳してくれます。で、この翻訳したものを、ファイルを結合して、まあ、一つの実行ファイルにしてくれるわけです。まあ、ライブラリー、まあ、いくつか使っているライブラリーとかですね。まあ、ここでは、多分、画面表示用の、STDIO などの、ライブラリーがインクルードされているはずなので、まあ、そういったものや、今回のこの書いたプログラムなどっていうものをまとめてインクル、合体させて、それをエグゼにする必要があると。で、最終的にエグゼとか、まあ、そういった、まあ、実行できる形になったものを、Linux 上で実行するようなのが、まあ、ビルド。と実行という流れですね。なので、まあ、このコンパイルとリンクは両方必要であるということになります。で、Windows 上では、まあ、IDE が使えるのであんまり気にすることがないんですけど、まあ、Linux ではコンパイル用のコマンドを自分で作成する必要があります。例えば、Windows だと、まあ、こうやってプログラムを、Visual Studio で書くとします。そして、まあ、一般的にはこの、まあ、実行ボタンを押すとか、コントロール F5 とかを押して実行するわけですね。ただし、これ IDE 上、まあ、添えて実行されてますけど、実行時のコマンドとしてはこんな感じで、まあ、オプションが大量についた状態で内部的には実行されてるわけですね。それを、まあ、あまりユーザーが気にしなくていいようになってるのは、この IDE の非常にありがたい部分ではあるんですけど、Linux の場合はこれがそのまま使えませんので、これを自分で書くことになります。なので、まあ、まあ、自分で書く場合はこんなの書いてられないので、まあ、視聴最小限のものを書きつつ、自分の方で、なんかいろいろカスタマイズしてあげる必要があるということになります。じゃあ、まあ、今回は、GCC コンパイラーと呼ばれる、まあ、C 言語用のコンパイラーですね、を使って、コンパイルの方法について学んでいきましょう。Linux でよく使われる Vim によるコンパイル、リンク実行の方法になります。で、まずコンパイラーがもし入ってない場合は GCC コンパイラーをインストールしてください。sudo apt-get install gcc によって、パッケージ管理によって、GCC というコンパイラーがインストールされます。で、次に、まあ、C 言語のファイルを作ってみましょう。vimtest.c ということで C 言語のファイル。ということで中身はこんな感じです。一番上の行が sharp include stdio ということで入出力のライブラリー。stdlib ということで標準ライブラリーを入れています。で、メイン関数の中身としては printf で hello、マークエンということで画面表示としては hello と、開業が画面に表示されるというようなプログラムです。まあ、非常にシンプルなものですね。で、これをコンパイルします。GCC のコンパイル方法としては GCC で、この -o っていうのが出力ファイル名の指定になります。このオプションを入力すると次に書いた文字が出力ファイル名になります。なので、test.out というのが出力ファイル名になります。で、最後に、今回、コンパイルしたい C のファイルを用意して、ここに書いてあげます。そうすることで、まあ、これとしては、まあ、GCC によって test.c をコンパイル後、実行ファイルである test.out を作成するというふうな処理がここで行われています。で、最後に実行ですね。実行としては ./ でテスト .out をすることによって、一番下に hello という文字列が出力されていることがわかります。まあ、こんな感じでコンパイル自体は、まあ、ファイルが少なければ非常にシンプルに書くことができます。で、あと、ま、もうちょっと複雑なもので言うと、この
C 言語のファイルなどを実行するときに、まあ引数を設定することができます。シェルスクリプトの時にお話ししましたけど、シェルスクリプトで引数が設定できるように、普通のファイルの実行でも引数を設定することができます。こちらでも args というものを活用します。こちらが C 言語のプログラムになります。スタンダード IO、スタンダードリブは先ほど同様ですね。で、イントメインのところでこの括弧ですね。ここが引数の設定になります。あ、まあ、設定というか、まあ、これは基本的に引数を使う場合はこのまま書いていただければ大丈夫です。argc っていうのが引数の個数。argv っていうのが引数の中身を、まあ、まとめているんですけど、まあ、この書き方変えることないので、こうやって書いてください。で、まず int i で、まあ、変数を宣言して、int 型の変数を宣言して、printf で argc、%d n ばかり argc というふうに、まあ、ここで、何個引数があるかを画面表示しています。なので、ここでは4というふうに書いてますけど、これ要は、普通の実行が0に当たる、引数の0に当たる部分ですね。で、引数の1が A、引数の2が B、引数の3が C というふうに。なので、まあ、あくまで RC っていうのは1以上の値にはなります。なので、今回 RC4 が出ていて、次にまあ画面に表示していきます。for 文で i イコール 0i が argc や a++ というふうに。で、ここで argv。まあ、要は argv っていうまあ配列に引数が全部入っているので、これを画面に出力するということになっています。i 番目の引数を画面に表示するということになっています。ここで。で、exit0 で終了です。というふうにすると argv の0、引数の0は、この実行コマンドが入ります。これはもう必ずこうやってなります。で、1以降に関しては、ユーザーの方で入力した値 ABC がここに入力されていることがわかります。このような形で、自分で作った実行ファイルに関しても、このコマンド上から引数を与えることができます。なので、まあ、Linux 上で実行ファイルを作る場合は、このような、まあ、自由な引数などを使った、操作もできるので、もし何かやりたいことがある場合は、こうやって自分でプログラムを書いてあげることも可能です。ということで今回、ビルドとコンパイル、リンクについて紹介しました。まあ、GCC 自体を使わなくても、まあ、こういった、まあ、ざっくりとした使用感について理解しておくだけでも、何か他の、まあ、Python を使う場合でもいいですし、実行ファイルの実行でイメージ感がつかめると思いますので、まあ、何ができるかだけでも頭の中に入れておいていただければいいかなと思います。で、振り返ると、ビルドとコンパイルというものは、ビルドというものはコンパイルとリンクを合わせたものでした。コンパイルは機械語への翻訳、リンクは、ライブラリーと、自分の作ったファイルを、リンクさせて最終的に実行ファイルを作るというものでした。で、そして、まあ、Windows 側では、実行の場合にこの裏側でいろいろオプションとかが入っているので、それを自分で今回は書いてあげると。で、非常にシンプルな形で、まず一番基本的なコンパイルを行うことができます。で、最後に、まあ、引数も使うことができるので、自分の書いたプログラムに、何か、この、実行時の引数を与えて、いろいろ、実行させることもできます。はい。ということで、今回、ビルドコンパイルリンクでした。ちなみに次回最終回、一応最終回の予定ですが、プロセスとスレッドという、まあ、もし皆さんがサーバーで何か計算をする場合は、並列計算などを行うと思いますので、そういったものを理解するためにも、プロセスとスレッドについて、次回は説明していきたいと思います。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。